皆さんこんばんは、原田裕子です。今日はよろしくお願いします。では1曲目、自分がやってきたことは絶対に間違いじゃなかったんだと思う日が来ることを願って、未知という曲を。
らない抱きしめてくれたらもう離さない。ものすごく嬉しくて、でもその手拍子がちょっとずれてるのがものすごく気になって、それをどうやって言おうかなって考えてたらちょっと間違えちゃったっていう言い訳でした。はい。でもありがとうございます。今日は秋のひな祭りっていうタイトルですね。女の子3人が、私実はナースさん今日初めてお会いしたんですけど、年が一緒で、学年は1個違ったんですけど、なんかそうやって同じ世代の女の子が頑張ってて、ゆきちゃんも3つぐらいしか違わないんですけど、なんかすごい今日は楽しい夜になりそうだなと思ってきました。なので自分も精一杯歌っていきたいと思います。ついこの間獅子座流星群見ました？見た人みんな興味ないかな。私すごい見まして、夜中の1時ぐらいに、すごい田舎に住んでるので家のそばの道路のど真ん中にベッて寝て20分ぐらい見てたら2つ見ました。へえみたいな。あ、その拍手はありがとうございますね。なんか普段見れないものが見れるってなるとやっぱこうちょっとねミーハーな人間としては、まあその星にいろんな願いをかけると思うんですけど、一個自分がかける思いを聞いてほしいと思います。空という曲を。久しぶりに朝を見た日のことを忘れて
という曲、これ今年の1月にリリースして、ここで私もちょっと告知をしようかなと思います。実はですね、ゆきちゃんがシングルを出すっていう話をさっきしてたんですけど、実は私もっていう予定はちょっとないんですっていう予定ないんですけど、ごめんなさいね。でもね、新しい曲ライブではいっぱいやっていきたいなと思ってるので、ぜひライブにね、いっぱい遊びに来てほしいと思います。すいません、ちょっと拍手ゾーンみたいなさせてしまって、ありがとうございます。ライブがですね、今月はもう一つありまして、11月の27日に、山口からはちょっと遠いんですけど、周南ライズというライブハウスでね、水本さとしさんとか、山口人は水本さとしさんと、私と高瀬ひろみつくんとですね、あとは高知から、高知県の方から3組ほど、招いて、山口対高知みたいな感じのイベントをやったりするので、ぜひそちらも遊びに来てほしいなと思います。ライブハウスでやるので、やっぱりこことはちょっと違う雰囲気で聴けるかなと思いますし、ライブハウスって結構いい場所なんですよ。なかなか行きづらいと思うんですけど、そこは結構ね、いいと思うので、ぜひアコースティックなイベントな感じだと思うので、ぜひ遊びに来てください。12月いろい
と思います。 CD 出ない代わりに新しい曲最後に2曲やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ライブという場所でまた会いましょう。今日はどうもありがとうございました。